さあ、それではドラゴンクエストビルダーズの続きやっていきます。おー、シェネリちゃんは筋肉に囲まれて幸せそう。そしてコルト君はちょっと離れててかわいそう。じゃあやっていきましょう。前回は氷のブロックを見つけてきて、氷の弾丸や炎の弾丸を作り、これからフレームと対抗できるぞっていうところまで行ったんですが、さあじゃあ続きはというと、あ、そうそう、その前にまずはこれ、これは壁の耐久力を調べてます。大木槌だとマグマ岩が破壊できなくて氷の岩を破壊できる。バリケードはダメで床石なら OK と。結構主人公から見ると柔らかさって変わってくるんだけど、敵から見ると壊せる壊せないの差が2択なんで、その辺調べてみたいかなと思うんだけど、なかなか敵が来ない。さあじゃあ、あとはそう、大砲だ。大砲がどれぐらいの射程距離というかスイッチに反応するのかっていうのを調べたくて、こうやって組み上げてみました。これはこうかな。よし、これでスイッチを押してみたらどれが反応するか。ドン。おー、なんかあらかじめ置いてあったやつしか反応しなくてちょっとがっかり。結構スイッチの判定小さいんだね。ここはダメってことは、あ、はい、高さかな。あ、ダメだ。これだけ距離が近くても高さが、この場合は2マス分違うとダメってことかな。逆に、あ、これは大砲自体が2マス分の高さを持ってるから、スイッチが高いところにある分はいけるってことなのかなね。じゃあこれは下げてみる。これを下げて、お、あ、いける。なるほど、スイッチよりも、スイッチと高さを、スイッチよりも高さが低くないといけないってことかな。一段でも高いと反応しない。なるほどね。わかったわかった。じゃあこれを使って、設置していきましょう。あ、言われてみたらさ、こんな風に四方八方に弾が出るようにしておいて、一回踏むだけでどっちにも行けるようにしたら簡単じゃない？そんなわけにいかないかな。こっちの方なんかは、あれ、うっそ、あ、あれ、あ、なにこれ、あ、使うって選んだのか。あ、よかった。主人公のいるところからなんか反応するのかなと思って、やっぱりスイッチだよね。あー、よかったよかった。じゃあこんな感じかな。じゃあこれを元に大砲の置き場所を考えていきましょう。なるべく高さは合わせるか、下の方だね。よし、さあじゃあ何やるんだっけ。そうだ、フレームだ。フレームを やっつけてフレームドロップを探していきましょう。あれ、みんなどこ行った。あ、ご飯食べて、おお、みんなして姉子まで料理作ってくれるんだ、姉子。氷の弾丸でフレームを順調に倒せているか。やってません。溶岩地帯にいるフレームをやっつけてきておくれと。よし、じゃあ行きましょう。ガノンさん、よーし、行こうぜ。はい、結構みんなに話しかけるのが大変だな。そうじゃない。はい、狭いな。違うって。おや、よし、オッケー。さあ行きましょう。お、コルト君も行きますか。結構頑張ってるね。僕が住んでいたのはガライアと呼ばれる氷や雪で覆われた場所だったんです。そのガライアを支配しているのは氷河魔人という氷でできた魔物。氷河魔人、溶岩魔人に氷河魔人、なんか同時に現れて襲ってきそうだね。こいつのせいでガライアは氷と雪で埋もれてしまったと言われています。あー、なるほど。じゃあもともと豪雪地帯ではなかったんだね。両方の魔物の親玉がうまくくっつけば温度的にはちょうどいい感じになりそうなのに。あー、なるほどね。あ、ってことはボス戦でさ、その溶岩魔人と氷河魔人が同時に現れて互いをぶつけ合って消滅させる的な感じになるのかな。いやー、どうだろう、逆にパワーアップしちゃいそうな気もする。あー、なるほど。よし、じゃあ一応シェネリちゃんにも話を聞いてから行こうかな。お、宝箱漁ってるね。変わんないかな。よし、じゃあ筋肉だけ連れていきましょう。まあ筋肉しか連れていけないけど、じゃあ氷の弾丸を用意していきます。あ、まあいっか、大砲とかは後でしまえるし。さあじゃあ行きましょう。
あ、そうそう、マグマ岩はあの辺りのものを全部取ってきました。なんかちょっと残ってるところもあるけど、溶岩と海が境目がちょっとよく分かんないことになってるけど、まあいいでしょう。普通になんかこう黒く固まることはないと。さてと、あ、見つかっちゃった。まあいいか、無視していこう。あ、そっか、この氷の弾丸でマグマハンドだっけ、あいつに対抗できるかも調べておきたいな。お、第一フレーム発見。さあ、弾丸というからには飛び道具なんでしょう。さあ来い、くれ。何、外し、普通に外した。おお、一撃。あー、そして初めてフレームドロップを手に入れた。フレームドロップ、石を持った炎の魔物の核の部分。あー、核の部分か、なるほど、コアがあるんだね。で、これで炎を消せばコアだけ取り出せると、そんな感じかな。ドロップ率はなんか結構高そうな感じがするけど。おっと、しまった。あー、そっかそっか、あれも調べに行かないと。射程距離、お、射程距離は結構あるけど、ちょっと射撃の補正がないかな。あ、ないっぽいな。なんかナイフとかは結構角度合わせてくれるんだけど。あ、出てきた出てきた。じゃあ射程距離はともかく近くに寄って攻撃しないと当たりづらいと、そういうことかな。結構いないじゃん、やっつけましょう。さあ、あとは筋肉たちが勝手にやってくれる。一応手伝うけど。フレームはどこだよ。フレーム探しながら殴ろう。いねえ。マグマハンドの方に行ってみようかな。道はできてるよね。おーおー、危ない危ない。さあ、よし、逃げろ。おーっと、そして暗い。なに、うお、くっくっ、まさかのノーダメージだと。ダメだ、効かない。なんだ、てっきりなんかちょっとでもダメージ与えられて、たくさん弾丸使えばやっつけられるかと思ったのに。ちょっと吹っ飛ばされてなんか来なくなっちゃったんだけど。困ったな、迷子だよ。しょうがない、放っておきましょう。そんなわけにいかないか。あー、避けられる、てか避けられるっていうか、やっぱり全く補正が入らない。ちょっとマグマハンドさんが厳しいんだけど。あおう、おー、ちょっと待って、あー、当たらない。結構当てづらいぞこれって。あー、ダメっぽいな、このなんか氷の爆風がないね。あれ、いつあっち、あ、ダメだ、やっぱり直接当てないとダメっぽい。嘘、当たってるでしょ、いくら、いや、何、もしかしてダメージ受けてる瞬間はノーダメージになるとか、そういうことありそう。しょうがない、助けに行かない。あ、ちょっと待って、俺はちょっと厄介だぞ。他にも行きたいところがあるのに。やれやれ、助け出すのに結構大変だぞ。さあ、これを置いて、さあ来い。うーん、しょうがない、ほらほら、行くぞみんな、早く早く。もうほんとひどい、あのマグマハンド嫌い、嫌いっていうか普通に強くない、やっつけられないし。逃げましょう。いやー、危ないとこだった。フレームドロップは規定数集めたよね。じゃあもういいかな。いいけど、ちょっと余らせるぐらい取っておいた方がいいかな。じゃあ、あと1個ぐらい取っておきましょう。ほい、よし。あれ、爆風が他のとこにはダメージがある。つか他の敵にはどうなる。あ、小ダメージだけか、別に凍ったり移動速度が下がるわけではない。うーん、結構残念っちゃ残念だな。おお、よし、じゃあとりあえず次の目的地に行きたい。よし、もう夜になっちゃったけど、見えるかな、見えねえかな。これは確かこの辺りに、お、あー、全然見えない。あ、見える見える、あの塔っぽいのあるでしょ、あそこに宝箱っぽいのがあるから、あれを取りに行きたいと思います。
最高。どこから行ったら近いんだ。近いっつうか渡らないとダメっぽいな。じゃあ橋を架けていきましょう。しょうがない。ふん、現場調達。よし行こう。いて、あただだ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 、何空中って。そんなとこ置いてないから。おお、めっちゃ暑い暑い暑い。っていうかさ、多分この溶岩地帯なんか近くにいたらすぐやけどすると思うんだよね。とてもじゃないけど立ってられないと思うけど。オッケー、さあようやく着いた。さてと、これは上に上がるところがないな。じゃあちょっと行ってくるからみんな待ってて。ついてくるのよ、絶対ついてくるなよとか言うと来るんだからな、こいつら。本当にしょうがない。あいたたたくん、お邪魔だよ。もうこれさ、もう下から切り崩してドーンって怒ってこないかな。それはちょっとあれかな、ドラケイピレザーズ的にはやばいから。あ、おお、作る、作らない。そして上の方が全然見えない。暗いな。松明、松明つけてたらさ、ブロック置けないじゃん。おほい、結構高いとこまで来たぞ。さあ上の方に来て。あったあった、ようやく明るくなってきた。開く。お、キメラの翼か、3つだけ。まあこんなもんか。ちょっとだけ命の木の実を想像したけど当てが外れたな。さあというわけで、じゃあここからまだ行ってないところ行こうかな。ここからはあっちの方は確か砦だよね。砦の方は行ったことがあるから行かなくても OK。 さあ水平に見ていくと特に何か目を引くものはないと。うん、じゃあやっぱり向こう側かな。向こうの方確か何か行ってない湖っぽいところがあったから、あっちの方に行きましょう。隠しアイテムはないかな。ないっぽいな。よし、じゃあ降りましょう。降りる時が怖いよな。鋼のグリーブは装備しなくても大丈夫かな。よし行くぞ野郎ども。ほいほい。よし、さあ帰る時はこっちから行くべきか。いや普通に渡って戻った方が早そうだな。急がば回れ。さて階段を登ったところで、この辺りはそうだね、やっぱりこの場合北の方に湖があるからそこに行ってみましょう。この辺りは何かないかな。ないっぽいな。お、ちゃんとついてきてる。 OK。 お、サボテンじゃん。そしておー、エメラルドグリーンでなかなかいい景色。さあそしてこの辺りちょっと気になるけど、横穴とかはなさそうな感じ。お、何かあるっぽくない。違う、なんか何かあるかと思ったらウサギだった。あ、あそこに宝箱がある。あー、じゃああそこ行きましょう。よし、他には特にないかな。うん、よし、じゃあ降りよう。降りるときはなかなか怖いが、あ、そっか、階段状にしておかないと NPC が降りられないのか。降りられないっていうか登れなくなるか。うん、これでいいかな。あ、よくない。まあいいでしょう、登るときなんとかしましょう。よし、さあ来い。 OK。 さあこの辺はぬるい、ぬるいけど、ぬるいというか勝手にぬるい扱いしちゃったけど、ちょっとバケツですくってみましょう。はい、こういうのは置いちゃおう。あ、大砲、大砲は出しておこう。バケツ、バケツ、あれバケツは、嘘、バケツ持ってきてなかった。あー失敗した。じゃあ作ろう。バケツ2個もいらないけど、おそらくここに来ることはほとんどないと思うから。確か作業台があるはず。あったあった。でん、
さあ、木のバケツを作ります。よし、すくお、汲み上げたのは温泉水。あー、温泉なんだここ。へえ、これ全部温泉か。あ、そっか、バケツじゃないとすくえない。さあ、水を汲みまくれ。汲む意味はないけど、よし。さあ、これは、お、看板ってことは何か封印されてるのかな。なんかよく見たらこの宝箱さ、ドクロマークがついてて結構怖いんだけど。さあ、一つ線路をつなぐべし、一つ線路の上にてトロッコに乗るべし。おお、それだけ。なるほど、これ修理しろってことかな。ここに欠けてるところがあるね。あー、これはちょっと順番に見ていかないとダメか。じゃあここから始まって、こう来て、おお、なんかなんとかマウンテン的な。さあ、こう来て、お、勾配部分が壊れている。そして頂上、頂上はここが欠けている。うん、コーナーと勾配と直線が欠けてるね。それぞれ作っていけばいいかな。お、ここもダメだ。そしてここで水中、なるほど、ブシャーっとこう気分いいみたいな感じかな。ちょっと見えないんだけど、この辺は大丈夫っぽいかな。うん、なるほど。じゃあコーナーと勾配と直線があればいいんだ。道具ないか、持ってないか。何で作れるんだっけあれ、マシンメーカーかな。あったあった。直線10個もいらないけど、まあしょうがない。うん、そしてカーブ、あとは勾配、トロッコ停止板はいるのかな。これ一応作ってみるか。よし、じゃあまずコーナー、コーナーカーブだね。よし、違う、そうじゃない自分から見て右に曲がるようになってるんだから、こうか。ちょっと邪魔。 OK。 さあ、そして直線の前にまずは勾配。あれ、どこ行った、これか。あ、ほい、せいや。バケツ、よし、勾配、よし、あとは直線。うん、お、やった、線路を修復した。さあ、あとはトロッコに乗るだけ。トロッコは1個作ってあるから、これ使いましょう。なんだっていいや。っていうか、これどうやって使えるの、高いところから乗れ的な感じ。じゃあここから、今は乗ることができないってなんだ。あれ、なんか、うん、停止板とかないとダメなのかな。なんかこれはちょっと違う気がする。停止板ってのはどういう風に使えばいいんだ。空中に置くことはできません。うん、どこでも乗れないの。あー、よくわからない。せっかく線路作って修復したのに乗れないんじゃしょうがなくない。なんで乗れないんだ、壊れてる部分ないよね。やばい、謎。あと、このなんか鉄のトロッコ見てると、なんかレゴシティアンダーカバーを思い出す。なんかよくわかんないけど乗れません。ちょっと看板、線路の上にいてトロッコに乗るべしって書いてあるけど、っていうか宝箱がなんか普通に解錠されてるけど、これ開けちゃっていいの。開けちゃって、まあ開けてみるか。さあ、なんと温泉スライダーの設計図を見つけた。温泉スライダー、はい、あ、設計図な、なるほど。じゃあこれトロッコに乗らなくてもいいってこと。すげえ、なんかモヤモヤする。なんで乗ることができないのかわからないのが一番わからない。まあいいか、しょうがない。あ、わかった、この筋肉たちがいるから、あれなんじゃない、乗ることができないんじゃないこれね。仲間判定があると
引き殺しちゃう可能性があるから、これはダメなんじゃないかな。よし、じゃあちょっと話してこよう。お腹減ったな。お、ちょうどいい、ちょうどいい暗がりがあるぞ。じゃあ、ちょうどこの細いところがいいな。道具、これでいいや。お前らとはここでお別れだぜ。ちょ、くそ。こんな時に邪魔が。まったく、ほらほら、早く来い。みんな、早くおいで。ふふふふ。お前たちはそこで一生温泉に浸かってるがいいさ。よし、いいぞ。あれ、来ちゃうのもしかして。来ないよね。来ないよ。来れないよね。うわー、逃げろ。さあ、どうなる？あー、来ちゃってる。くそー。結構頑張るやん、お前ら。その手で来るんだったら、俺もその手で行くよ。どこから登ってきた？じゃあ、まずは、まあ、土ブロックでいいかな。こうなったらね、とことんやりますよ。俺 VS 筋肉。あ、ちょ。さあ、まずは部屋っぽい何かを作ります。よし。あ、さあ、ドン。さあ、みんなこっち来い。結構、あれ、なんか一番後ろのやつが来ないんだけど。よし。あれ、結構、あ、キャラクターに近いところから動くようになってるんだ。へえ、なんか戦闘っていう概念がないんだね。ちょっと、うーん、しょうがない。夜の間は敵が襲ってくるから何とも言いようがない。よし。これでこうして壁で囲って OK。 よし。あー、抜けてきてしまった。穴があった。穴があるのにやってしまった。なかなか、もうちょっとでかく作らないといけない。うん、自分で乗っけちゃったら意味ないよな。しょうがない。隔離、兄弟同士離れるのは寂しかろうが、俺もトロッコのため許してくれ。オッケー。よし、完全封鎖。さあ、これならどうだ。さあ、お、出た。迷子パークが出たので、これで離れたことになるかな。よし。さあ、ここまでやったんだから、乗れなかったらかなり悲しいけど。おー、さあ、明るくなったところで行くぞ。せーの。乗れない、くそー。あんなに頑張ったのに、兄弟裏切ってまでもトロッコに乗りに来たのに。このゲームなんで乗れないんだ、これ。もしかしてここは乗れないのかな。自分でさっきの設計図作んなきゃいけないってことか。設計図、温泉スライダー、土にかがり火。あー、これと同じような感じだね。なるほど。全然温泉要素ないじゃん。ここは温泉があるからいいけど。なるほど、しょうがない。兄弟たちを迎えに行きましょう。散々裏切った挙句に、まあいっか、しょうがない。でやー、お、よし、さあ行こうぜ。さあ、というわけで、かなり時間の無駄を過ごしたような気がしましたが。まあいいでしょ。何か宝箱を開けたし。あとは特に何もないかな。この辺なんか随分スライムが多いですね。結局、キングスライム的なものは釣れたことがないけど、お、なんか右上の方が何か気になるものがある。行きましょう。今回はなんかあれだな、ちょっとうろうろして、フレームドロップ持って帰るだけで終わりそうな気がする。何か収穫がないと。まあ、温泉スライダーが取れただけいいかもしれないけど。ここか。おっ、行こう。おお、なんだ、グヘヘって書いてる。何これ、イベントか何か。攻撃はしなくていいかな。話せる。お尻から話しかけられる。
人間の女は色っぺいな。なんだそれ。あ、何か、ああなるほど、そういうこと。まさか覗きトロール。あー、まさか人間の女に興奮するとは。なかなか趣味がよろしいようで。あれ、これは俺は言っちゃっていいのかな。今はあのトラコちゃんではなくてトランコなんだけど、すっごい見てる、すごい気づかれてるじゃん。何かあれ、第六感で思ってんの。はーい、もしもし、ノック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 、どうも。あ、なんだ、よく見たらなんか普通に服着てんじゃん。あー、なんか晩酌までしてる。はーい、話す。ん、あなた一体何者。さっきからいやらしい視線を感じると思ったら正体はあなただったのね。違いますと、あっちへ行って。シシ、すげえ。かわいい、かわいいけど、なんかよく見たら結構腰の入ったパンチだ。なんかこういう服すごく珍しくない？水着っていうアイテムがあるのかな。ありそう、ドラゴンクエストだもん。あのさ、水着からなんかあの出てる足がすごくなんかむっちりしててかわいいっすね。うん、あ、変わんない。うん、なるほど。おお、何、拍手。拍手してんじゃないよ、後ろの筋肉たちは気にしないでください。あー、なんかいいね。あー、温泉かこれ。あー、なるほどね、温泉、まあいいでしょ。はーい、特に変わんないか。うん、なんかこの覗き窓って埋められるんですけど、おー、怖えー、これはちょっと視線を感じるってレベルじゃないよ。埋めましょう。あ、埋められる。グエッと。ねえ、今どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ち？お、グエ、目の前が真っ暗になっちまった。ちゃんと反応してた。これ切れるんかな、切っちゃっていいのかな、やらない方がいいかな。多分切っても意味ないと思うけど。さあ、お姉さん、穴を埋めましたよ、どうですか。ん、ドスケベ顔のトロルがこっそり覗いていたですって。ドスケベ顔ね、めちゃくちゃ怖い顔してましたけど。襲われなくてよかったわ。案外紳士的なトロルさんだったのかも。いやいや、紳士的ってちょっと違う意味で紳士的でしたけど。変態紳士。まあ私は幽霊だから襲われる心配はないんだけどね。おお、幽霊だからだとはな。あ、主人公ってもうナチュラルに幽霊見えちゃうのか。じゃあ筋肉たちはさ、今俺誰と話してるんだろうとか言って思われてるわけ。ホラーすぎる。そうそう、あなたにお礼をしなくっちゃ。先祖代々伝わる温泉の歴史を教えてあげる。おお、何これ、温泉にいる自爆霊か何か。おお、ふむふむ、すごくしっかり聞いてるね。どう、温泉って奥が深いでしょ。また聞きたくなったらいつでも来てね。あ、はい。お、え、何かひらめいたらしい。さあ、獅子の床ざりをひらめいた。勇ましい獣の顔が彫られた飾り。おお、あれか、あのなんか口からドバーっとなんか出る的なあれ。マイラ名物露天風呂でございます。おお、死んだおばあちゃんの口癖よ。死んだおばあちゃん。幽霊が死んだおばあちゃんとか言い出すんだけど、今はよくわからないけど大好きなセリフなの。うん、なるほど。私は幽霊、もうすぐ消えるわ。あー、自覚はあるんだ。だけど温泉くらいゆっくりしっぽり入らせてちょうだいね。すいません、お邪魔しました。じゃあしっぽりごゆっくり。あー、じゃあどうしようかな。まあいいでしょ。あ、 いなくなってる。へえ。視線で、あの視線を感じてて後ろ振り向かないってもなかなかすごいよね。うん、なんだ、マイラ温泉といわゆるパフパフ屋は特に関係はないのかな。まあいいでしょ。よし、じゃあせっかくだからこれ開けていきますね。ほい。おお。まあいいでしょ、こんな感じで覗いていたんでしょうね。じゃあどうしようかな。これで一旦帰りましょうか。ここまで来たらもう何もないでしょう。よし、じゃあ一旦戻ります。はい。さあ、というわけでしっぽりな幽霊さんとも出会って、これからフレームドロップを渡しに行きましょう。はーい、姉子、なかなかいい穴場見つけてきましたよ。話す。トランゴ、フレームを倒してフレームドロップを集めてきてくれたんだね。あいよ。うん、やっぱり氷の弾丸なら炎の魔物にかなりの効果がありそうだ。マグマハンドには全く効きませんでしたけど。さてと、氷の弾丸の効果とフレームドロップの力を改めて分析して、
この地域を支配する魔物の親玉溶岩魔人を倒す兵器をなんとか開発しよう。うん、なんとかね。溶岩魔人は猛烈に熱い岩でできた巨大な腕の形をした魔物なんだ。あー、マグマハンドとは違うわけ。あい、なんかこのゲームなんか腕の部分の敵が多くてよくわかんないんだけど。炎や氷の作用について改めて調べれば、奴を倒す兵器も必ず開発できるはずさ。うん、ありがとね。あとはなんとか頭を絞って新しい兵器を考えてみるよ。うん、なるほど。さあ、炎の弾丸をいただいた。これで、あのブリザード君をやっつけてこいってことかな。じゃあもう一回話す。例の溶岩魔人を倒す兵器のことでちょっと相談に乗ってくれないかい。あいよ、姉子の言うことなら。あの発明バカが残したメモを頼りに兵器を開発する糸口をつかもうとしているんだけど、荒くれどもが私の集中力を片っ端から奪っていきやがるんだ。荒くれどもがなんでだよ。すごい横でジャンプしてるしね。これは気になりますよ。やれ筋肉は凝っていないかだの、やれ筋肉は張っていないかだの、うるさくってね。ああ、なるほど。気遣ってくれてるんですよ。私だって本来は頭を絞るのは得意じゃないんだ。これじゃ全然作業が進まない。ああ、なるほど。そこでさ、研究に集中できる専用の作業部屋を作ってくれないかい。おお、わがまま言うようだけど最強兵器の開発のためなんだ。頼まれておくれ。最強兵器のためか。うん、頑張りましょう。部屋の設計図は用意しておいた。私が書いた設計図の通りにお願いしたい。おお、それは楽ですね。あとは思いついたことをまとめるものが欲しいんだけど、何かできるかい。うん、お、設計図を手に入れた。そして本をひらめいた。本か。あー、今まで普通に見てたけどひらめいてなかったんですね。役立つ情報や物語が記されたもの。マシン工房を建てておくれ。あー、なるほど。どうだい、私のマシン工房は作ってくれてるかい。今考え中です。わがまま言うようで悪いけど、荒くれどもがうるさくて研究に集中できないんだ。あいつらに悪気がないのはわかるけど、脳みその中まで筋肉ってのは考えものだね。まったくです。さあ、渡した設計図の通りに早いとこマシン工房を完成させておくれ。はい。さあ、脳みそまで筋で、いわゆる脳筋。お前ら脳筋ども。うん、お、うん、いいえ、脳筋どもはそこで頑張ってください。さあ、こちらは、うん、特に変わらないか。よし、じゃあ今回はここで一区切り入れておいて、マシン工房を作る場所とか、うん、そろそろ村もいろいろやっていこうかな。これをね、耐久力を調べて、硬いやつを なるべく外壁に使って、で氷とかを使って建物を作ってみたいんだよな。ちょっと綺麗になるんじゃないかなと思うんだけど。あとはどう設計するかだな。じゃあとりあえず設計図、設計図は、あ、2個あるんだよな。どうしよう、温泉スライダーって作った方がいいのかな。結構でかいですよ、温泉スライダー。わー、でかい。これは、これは町の入り口あたりに、この辺に置こうかな。ね。で、ここでわーいって遊んだ後に、アメルダさんが静かに、あ、これはちょうどよくこの辺りがいいかな。ね。ここに敷いておいて、宝箱のお部屋を変えていきたいかな。ドン。土樽、木の扉、壁掛けランプに本棚。うん。壁用スイッチ？なんでスイッチがいるんです？まあ、いいでしょ。おー、なんかそれっぽい、工房っぽい。 OK、 じゃあアメルダさんのために、これを作ってあげましょう。どうやってこれ剥がすんだっけ。わからない。違うよね、忘れちゃった。まあいいでしょう。じゃあ今回はこれまでにしておきます。ではまた次回よろしくお願いします。